1個目、あ、2だ、惜しい。こんばんは、こんばんはです。わー、やっほー、こんばんは。なんかカーテン開けた方がなんかさ、綺麗に映るんだよね。外見えバレしないからいいかと。まだ夕晩は、確かにそうかも、確か夕晩はだね。そう、後ろ開いてんの。家特定しないでね。素人、素人って何。かまよ。新しい、神々しいよね。特定した、どこ当ててみ。怖、本当に当てられたら怖いから言わないでね。携帯復活ありがとう。イエイ、復活リニューアルありがとう。涙した。え、嘘だ、嘘だとか失礼か、ありがとう。こういう時さ、なんて返すのが正解だと思う。なんか嬉しいんですよ、嬉しいけど本当かなと思ってさ。エイティさん、ありがとうございます。ありがとう。いつもに増してビー。え、でも私今日友達に、いつもよりメイク薄いね、まあ友達ってもキノちゃんなんですけど、薄いねって。多分ね、ここ、これがね、オーラの代わりになってくれてる雰囲気。え、変わってない。え、整形とかしてないよ。なぜ俺がスマホ復活を、メールを読んでるのか。読んでくれてるのだな、ツンデレだな。しのさん、ありがとう。 iPhone17 じゃないわ、 13?iPhone13 っていうの、日本になさそう。そう、セブだからね、ここ13出るの。13欲しいな、今まだ10のままなんですよ。うん、そう、きのちゃんのお尻に3人で会いました。今日はきのちゃんに会いました。ツンデレ、嘘、初めて、嘘。なんかほら、なんかすごい、いつもなんか照れ隠ししてるイメージあるよ、私の中で。セブンティー、今でも君が一番だ。わー、しのさん、ありがとう。だるま、イエイ、ありがとう、ありがたい。本当？でも今日別にメイク濃いとかないよ。薄い、普通、普通にメイクしたって感じ。悩み相談じゃなかったけど、アドバイスって感じ。私からのおすすめ、おすすめを提供したかった。死にました、あ、死にました。大丈夫、私もさ、もう本当に今もう文章を考えるのでずっと死んでるの。もう今日も死んでて、昨日、ん、私さ、3日間連続さ、きのちゃんに会ってるんだけど、まあ、きのちゃんとおちりんと会ってなんかワイワイして、次の日一緒にやろうって、教え、一緒に頑張ろうよって言って頑張って終わんなくて、ちょっと今日も1時間ぐらいだけ手伝ってもらって、本当にもううわあって、うんとなってる。誰推しにする？絶対私一応推しじゃないでしょ。でも無理にさ、推しをなんか作られるのもなんかさ、悲しい気がする。新たな、次いなかったから次。エイトを好きでいてくれたら嬉しい。締め切り？どうし、締め切り？締め？夕晩は。今日チーク濃い？そんなことない、多分いつもね消えてるだけ、光とんで。今日本当？やった、嬉しい。いい感じ、今日いい感じなのかな。でもね、もう見てほしい、このね、今長さめっちゃ跳ねるからさ、この辺がさ、もうほらピヨピヨ跳ねてきちゃってるの。そう、
もう困った困った。きのちゃんの推しメンは誰だっけ、リンさん好きって言ってた。なんか詳しい、エイタには詳しくないけど、こうパーってこうなんか一緒に私が布教してて、この人かわいいって言ったのがリンさんだった。眺めてます、わかる、私も眺めてる。なんかさ、あの携帯のトップ画みたいな、なんかこうあるじゃん、なんかアイコンおしゃれにこうあるじゃん、ああいうのなんかしたいんだけど、なんか写真とかを使ってできないから、誰か募集外羽ね、外羽ね、やってたんだけどね、レッスン時とか。今日はね、なんとなくストレートな気分でしたなんとなくだけどストレートな気分だけ。丹部麻婆さんありがとう、ごめん先生さんもありがとう、嬉しい卒業発表するとより美しくなる。そうなの、そうなのかな。でも別に何が変わった、生活面で変わったことはないです全然ね変わってない。え、してくれる、なんかいつもさ、あのほら福留のやつ見ててさ、え私もって思ってたから、じゃあ待ってるね待ってる。アナビさんのやつとおだやりさんのあったら嬉しい。要望要望入れちゃうし。そのまま池尾さんありがとう、イエーイチームメイト応援するよ、する、もちろん。ニャン吉さんありがとう、イエーイ。そうね、ワンちゃん元気だね。え、全然科学者の顔にはなってない、科学者なことも全然してないです。過去絵してして、え普通になんかさ、みんながなんかこう作ってくれたさ、なんか写真とか動画とかめっちゃ見たいし楽しみにしてるなんかそう嬉しい、なんかそうだってこんなことないじゃんもうね、だから楽しみにしております。特定班いっぱいいるのやめてよ、チラ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 リオンありがとう、あ手見て、手、あ手、一瞬手消えなかった、ほら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 、え、めっちゃ手消える、え、すごい、見て見てイリュージョンやばくない、指やばくない、指やばくない、ほらフ仕事変わって私もやらなきゃいけないいっぱいあるし、無理だよ、できないよ、難しすぎてできないよ。え、すごくない、見た見た、みんな、え見て、ほら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 消えてる、なんかボケてるじゃなくて消えてる、すごいすごいね、消えてる、すごいね、ほんとね、今日今日のあった話をね聞いてほしいの、みんなに聞いてくださりますか、くださりますか、聞いてほしくてさ、あのさあ、いや私オミより指短いんだよねえ待ってるね、メンション、あのね今日あの怖い話じゃない、恥ずかしい話、え嫌ですって言われたからじゃあ話すのやめるでもみんな明日忘れそう、明日には、え全然ね何も思んない話なんだけど、思んないってかただ恥ずかしい話なんだけど、今日あった出来事でね、なんかそう今日友達が、そのきのちゃんってお友達がね私のお家にこう来て、ちょっとねお勉強手伝ってくれるっていうことでね、きのちゃんを待ってたわけですよお家で。で何時に来るねって言って、ちょっと遅れるって言ってて、オッケーとか言ってこう待ってたんですよ。 でピンポーンって来たから、あのもうインターホンをピッてせずにこう普通にねヤッホーって開けたの。開けたら知らんおばちゃんがいて、えってなるじゃん、知らんおばちゃんいて、なんか
ああどうもってなるじゃん、ヤッホーとか言っちゃってさ、白馬ちゃんにいきなりヤッホーって、そう言ったらさ、知らんとでさ、どうしようと思って、で、あこんにちはってなるじゃん。そうでも めっちゃ恥ずかしくてさ、でそう、そしたらなんかあのなんかあのヤクルトの販売員を募集してるんですけどって言って、でだけどって、でもなんか多分予想より出てきた人が若かったから、多分お母さんとかやったらさ、もうやりませんかぜひみたいな感じだったと思うんやけど、なんかだからあすいませんちょっと学生でって言って、ああそうですよねみたいな。そうえピンも確実になって、そうでもキノちゃんって分かってるからミンでいいやと思ってパッて玄関開けたの。そうそれで、あそうなんだ、あそうだよね今リモートとかだもんねとか言って、あそうなんです、もし知り合いになんかいたらあのぜひヤクルトやってみないって言ってって言われて、あのチラシだけもらったんですけど。めっちゃ恥ずかしくて、と思って、もうなんでキノちゃんもうと思って、来てくれ早く来てくれんのと思って、恥ずかしすぎたよ本当に、やばくない？マジで恥。アーサーさんありがとう、ニシちゃんもありがとう、イエイ。いやほんまに恥ずかしかったマジで、だってなんかさ普通にガチャってやったらいいんだけどさ、普通になんかキノちゃんだと思ってさ、ヤッホヤッホーみたいなテンションでさ、いやそれはキノちゃんが悪いよ、時間通りに来てくれんかったキノちゃんが悪いさ。ヤクルトレディっていうの、ああいうのヤクルト私好きだけどね、おはよう。おはよう、そうキノちゃんは悪くない、まあ悪くないけど、そうやっちまったよ、やってだってキノちゃんがこう来るって言ってた、もうすぐ着く、じゃもうすぐ着くよって言った矢先のピンポンだったの、そんなんさもう 100% キノちゃんやん絶対、 100% じゃなかったんですけど絶対友達やんな、もうなんかちょっと遅れるって、もうすぐ着くよ OK 待ってるねみたいな感じでスタンスでいたから、ピンポン来た来た来たと思って、ヤホヤホじゃん普通、みんなそうでしょ。ほんまに恥ずかしかった、でもちょっとキノちゃんにこの話はせずにね、そう言っといたけど、ヤクルト買ってないよ、バイトの募集やった、そうそうなるでしょね、もう恥ずかしくてさ、恥ずかしくてさ、でもいいおばちゃんやったから好きですね、シンプルに運が悪いならウッキーナが悪いって書かれたから、えって言い返そうと思ったのに。嘘、確認もせんかった、もう勢いでもうなんか1秒でも早く、もう1秒でも早くキノちゃんに会いたかったから、そうなんかしかもそのインターホンがこう見れる部屋にいなくて、ちょうどなんかあの洗面所にいて、でも玄関が近かったので、もう1秒でも早くキノちゃんに会いたいじゃん、キノちゃんを早く開けたいじゃん、だからさ悪くないじゃん。ね、今日画質悪い？まあいいや。そう本当に恥ずかしかった。他のアイドルのショールーム、誰誰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 、インターホンないの？コンコンコン、ごめんくださいみたいな感じ？ユッキーナがごめんなさい。ごめんなさい。危ない勧誘とかさあるんかな、でも電話とかやったら仲良いけどさ、ピンポンやなさそう。キノちゃんほんまにもう3分後ぐらいに来た、すぐ来た。ショートさんありがとうございます。
丹部麻婆さん、小千里さん、ありがとうございます。ひろきさん、ありがとうございます。ありがとうみんなありがとう。チャイム、あ、チャイムはあるんか。押し売り、あー、なんだろうね、この小さい時からさ、もうピンポン来たらもうとりあえずはーいみたいな言ってさ、もうなんか、あ、お母さん呼んできますみたいなさ、その名残かな、わかんないけどね。ダサくなる、大丈夫、え、あのあれがいい、あのロック画面用みたいなに使えそう、縦わかんない、なんか枠、なんでもいい、嬉しい、ま、頑張ってね、頑張ってね、違うかみんなもください、画像とかなんか愛をください、イエーイ、アイドルっぽいこと言ってみる、イエーイチュンチュンさん、ありがとうございます。育ちじゃない、ただあれで、あのほら、なんて言うんだろう、この近所付き合いだから、もう余裕のよっちゃんみたいな感じじゃないですか広木さん、ありがとう。大観さんもありがとうはぁって言われた。写真あげる？くれるの？もらおうかなそう、アイドルで、ね、アイドルっぽいことほらさ、言えないからさ、そう、ちょっとアイドル、あ、最後アイドルしとこうかなと思って、最後そう、雲、え、もう本当にさ、あの玄関に本当に雲くるやつ本当に無理、マジで嫌、超嫌い、超無理です。しのさん、ありがとう。また、あ、手がこ、あ、消えたありがとう。外羽じゃないよ、そう、一人ちゃん、まあ、ゆきちゃんのもうさ、リップしたいぐらいめっちゃ嬉しかった、来たーと思ったもん、おうちでもう興奮したね、待ってましたーって。でヤモリとさ、イモリの違いが分かんないんだけど、そう、何、あ、分かるよ私分かんないんだけどとか言って分かりますよ、でも見た目は分かんないけど、流行りだから、爬虫類がヤモリ、両生類がイモリですそれは分かるんだけど、フォルムが分かんない、フォルム分からんですよ蜘蛛の巣引っかかってます、え、やだ、本当にさ、もう蜘蛛の巣に引っかかったら本当に一日生きた心地がしない本当に嫌、気持ち悪くなっちゃう。にしちゃん、ありがとう。きのちゃん2号ありがとう。色と住んでると、わかんない、なんかさ、見たことないんだよね、普通に見たことないからわかんなくて、そう、あちこちこちこちいいと思う。井森美幸さんもわかるよてるさん、ありがとうございます。イエイ、さっき今かさぶたね、かさぶた取っちゃった、あ、血だっちゃった、ティッシュ、ティッシュ、なんか最近さ、すごいかさぶたが多くて、なんでなんですかあ、全然すぐ止まった、今かさぶた引っかいちゃった、なんかね、ここにもね、なんかね、あのかさぶた、なんか何の、どこでひ、いつ寝てる間に引っかいたのかな、よくわかんないかさぶたがねできて、なんか今日引っかいちゃったんですよ、かゆくて、なんか気になってカリカリってしたら取れて、あーってなってさそう知らん、そう、本当にここにね、赤い点があるのさ赤い、ここにほら見える、ここ赤い点があってさ、そうなのしのさん、タコありがとう。仕事ギラギラ大丈夫なの？
大丈夫なんですかい？え、爪じゃないよ。爪はね、そんな長くないです。全然危なくないとこだから安心してください。ムカデ？え、ムカデ？ムカデじゃないと思う。にしちゃん、ありがとう。まことさん、ありがとう。イエイ。勉強切り上げました。私も勉強切り上げて配信してるからお揃いだ。ポジティブポジティブ、イエイ。シアーさん、ありがとう。なんかね、私でも聞いてほしい。私といえば首爪爪じゃないですか。首爪爪卒業したい年頃なんですよ。なんか最近首爪爪が嫌いになってきたんです。いや、嫌いじゃないけど好きじゃなくなってきたんですよね。うん、これはね、私の人生において大革命が起きようとしています。もう大革命だよ、もうこれは。ツッチーさん、ありがとう。レアさん、ありがとう。嬉しい、みんな。いや、オフショルは違う。オフショルじゃないけど、なんて言うんだろう、ここの辺がこう、もうちょっと首、このここがアイドル、なんて言うん、今流行り系のやつを着てみようかなと思い、まして、そう、チューブトップって何？あ、チューブトップで、チューブトップ何？チューブトップ知ってますよ。チューブトップじゃないです。ユキナ好きなんだ、できたのか。ね、あのさ、すごいさ、あのこれね、そのあのこの間さ、あ、この間、最近ずっとさ、その発表してからも、私発表する前もだけどさ、なんかこう余計にさ、こう卒業したらこうすぐ彼氏できちゃうよとかさ、なんかこう言われるわけじゃないですか。でも、まあまあ、まあ確かに、なんかさ、大学生だしさ、本当にさ、これを友達にされてさ、マジでないよねって言ったらさ、もうめっちゃ爆笑しててさ、本当に、そう、その話してね、なんか本当にないのにさ、逆に、あ、ちょっとぐらいあってもよくないぐらい思うくらいないのにさ、すごいそうやって言われるんだけどさ、どう思うとか言ってさ、話してさ、本当にもうね、本当にいるわけないじゃん。そう、いっぱい言ってくれるじゃん。なんかいい意味でさ、いい意味として捉えようと思ってるんだけど、本当にさ、逆に悲しいくらいにさ、ありえないからさ、そうでさ、じゃ今じゃ全くないとしてさ、探しに行くでさ、もしじゃ、もしだとしてさ、どこでさ出会うのとか言ってさ、話すじゃん。でさ、私は友達全然いないんですけど、あの、こう友達はね、友達が多いわけですよ、友達には。でさ、だってさ、大学、なんか大学の中にとか言うじゃん、よくみんな大学の中でさ、こう付き合ったりとかさ、誰もおすすめできんくねって、勧められんわとか言うんでさ、そう、本当に少しくらいあってもいいんじゃないぐらいないくて、そう本当にね、あのね、ありえないですので本当にね、もうこんな感じよ。いいなずけ、おらおら、おったらびっくりする。いいなずけって本当にあるのかな、今の世界でも。もう本当にそのエピソードをさ、マジで切実に話した。 逆にさ、本当にないのにこう思われるの、マジでなんか悲しくなるんだけどとか言ってさ、本当にね、うん。きのちゃん2号ありがとう。いや、本当にもうそれで盛り上がったんですよ。マッチングアプリ、マッチ、なんかさ、ま、やだな、それ。
まあ、でも一つのであれ、あれ今時はねありなのかもしれないけど、私は嫌ですね。福神漬け一番好きよ。福神漬けは面白い。そう、あとね、そのね、友達仲いい友達久しぶりにこう3人揃った時にね、TikTok 撮ってたの、投稿はしてないんだけど、3人でね めっちゃ TikTok 撮った。本当に何時頃、もう夜中にね、夜中もう12時ぐらいから TikTok 撮ってた。なんか2人はすっぴんで、私ももう超薄メイク、なんかアイシャドウだけ塗ったみたいな状態で、そう TikTok 撮って遊んでました。プライド、あー確かになんかあるよね、わかるね。いやさ、ほらお顔がバレちゃうじゃんか。そうそう TikTok、 私の携帯じゃないんですけど、そうそう、もう夜中の天使、久しぶりに会えて嬉しくて、もうなんかあの大統領とかも撮ったの、あのキュンですとかも、なんかさ多分おそらくあの TikTok、 あのおしゃれな TikToker やったらさ、なんかこうポケットからキュンですみたいな、何落としたのキュンですみたいな感じやん、なんかわかる、こう可愛くさ、おしゃれになんか大統領もさ、もうこうか、こう可愛くこうやるじゃん。けどさ、もう私はテンションやばいからさ、もうポケットからキュンですみたいな、もううわーってとりあえず妨害をするみたいな、あのテンションでずっとなんか何個か撮ってた。初めて、そう2人が TikTok デビューしてさ、もう夜中の天使、今でも1人だとちょっと恥ずかしいけど、うん、できないから、友達がいないと、とりあえずあのハートつけとけば漏れると思ってるから、うん、ちょっと、あ、なんかこんなやつあるじゃん、チャ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 ーン、チャ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 ーン、チャ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 ーン、チャ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 ーンみたいなやつあるじゃない、こういう、わかる？あ、なんかこんなやつ、なんかチュンチュンチュルルチュンチュチュチュンみたいな、知ってる？これ知ってる？みんな、え、大統領皿のと取ったやつがあるの、載せなきゃ。普通の学校の友達なんだけど、これあって、なんかこのね、じゃんじゃんちゃか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 って走って行くんだけど、さすがにお家の中で走れないから、もうひたすらもうじゃんこじゃんじゃかちゃかちゃちゃんで、これ真顔でこうやってね切り替えて遊んでました。あ、そう、のんのんさんの TikTok でやった、そう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 。でもこれはね本当にね違うな、なんて言うんだろう、内輪の中でしか騒げない女だから、そうそう、あのなんて言うんだろう、その大勢の知らん人とかいると、もうすぐあのあっあっってから、本当に仲いい人たちの前でしか、なんて言うんだろう、あの陽キャになれない、あの人たち、人だから私。そうなんですよ。もうただね、もうわーってしてたね。でポップコーン、なんかあの違うの、本当はおしりん、ん？そう、おしりんって友達なんですけど、飲んでない。そう、ポップコーンして、ポップコーンとねるねるねるねとポテチとチョコレート食べてた。とルイボスティー飲んでた。そう。で、あの、なんだ、そう、そう、オシリンがなんか、こうピンポン持ってきて、はい、カマチンチで遊ぶでみたいな。お、マジかってなって。そう。やばいよね、やばい、10時とかにさ、ポテチとか食べてるんだよ。ポテチ。そう、久しぶりに若者したね。なんかこうやっぱり久しぶりに会うと何でもテンション高くいけちゃうじゃない。なんかポップコーンがね、あのなんか
お菓子買ってきたからって見たらなんかポップコーンがあって、でもあのうちんち IH だったんですよIH でできなくてガスコンロ調達してきて、わざわざね、でガスコンロでポンポンで、初めて私ポップコーンも初めて作ったの、あのよくさスーパーで見るけどやったことなくて、あれどうなるんだろうと思って、もう家中にねあのパンパンってなるじゃん、もう絶対袋破れてあの家中にもうポン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 って行くと思ったら行かなかって、うわすごい技術と思って、いやなんか友達は私のお家が IH かどうかも知らなくてコンロだと信じて買ってきたらしいあ、IH は持ってるの？そうなの？あ、そうそう、フライパン方式のやつ、そうそうそう、あ、そう、すごい技術だな感想薄ってそう、めっちゃ感動してこれ動画撮ってた、え、すごいすごいすごいってな、うわ、ポンポン言ってるってなんかあのさ、もうその時はもうテンション高いじゃん、でさ朝一人でさ、こう昨日楽しかったなと思って冷静にこう見てた、なんか私の動画に映る自分の声がさ、もうなんか、え、そのポンポン、怖い怖い怖い、わ、すごいすごい、破れないのこれとかずっと言ってんの本当にめっちゃね興奮してたんだなと思って感動してたんですよえ、そう、小学生でさ通るやつなんだけどさ、通ってなかったからさそう本当にちょっと待ってね、翔太さんありがとう、つっちーさんありがとうえ、そう本当にね楽しんだ、純粋に、いや多分そう、確かに普通に買ったことはあるけど、多分そのポンポンポーンが楽しいんでしょ、そう、え、これはなんか感動して、今すぐこのポップコーンの画質がよく撮れて、なんかすごい映えてるってやつを今すぐみんなに共有したいって思ったので、755に載せたお、お仕事お疲れイエイ、そう、みんなにこの、ね、楽しさを共有したくて、そうそうね、イグジストじゃない、イグジストは違うイグジットね、え、動画で友達の顔を映してるからさ、そう、ねるねるねるねはあのアメちゃんの部分が美味しかったけど、なんかあれは作る過程が楽しいんだなって思ったそう、あのその昨日じゃない、おとついの夜だけはね、ちょっとあのうちわだけだから、うちわで陽キャンになってましたカズさんありがとう、イエイ、リオンありがとう、そう、映えた、嬉しい、もうすごい嬉しさ伝わるでしょ、あの755見ると、え、そう、え、きのちゃんはトウモロコシから作られてること知らなかったみたい、これトウモロコシなの、え、私ねるねるねるねも初めてだよ、ポップコーンはねキャラメルが好き、映画館やったら、そう、うちは陽キャですフ歌ってもらえたらいいよ、歌ってあげるやん、じゃあそして皆様歌う準備はよろしいですかそれでは歌いたいと思います、せーの、Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday dear Miura, Happy birthday to you, おめでとう。
れた。イエーイ。若いっていいね。若いっていいな。何バッグリュックのジャックが全開だった。ウケる。みんな歌ってくれた？1ヶ月前。みんな1ヶ月前になっちゃう。1ヶ月前。5月。5月。6月はね、6月お友達のお誕生日がね多いんですよ。いや2個はでかい。2個はでかい。2個はでかいな。若いっていいよね。うん、わかる。うん、それな。うん、本当に若いっていいな。若いっていいな。そう、お友達。おうおお、こうだ。みんな年に1回は誕生日来るからね。にしちゃんありがとう。たんべまーぼーさんありがとう。レアさんありがとう。つっちーさんありがとう。若いで、え、若いじゃん、絶対若いじゃん、若いじゃん、若いじゃん。いや、なんかさ、違うの、別にあのこう年を取ることが悪いとは思わないんですけど、やっぱり若いからこそできることってあるじゃないですか。年を取ったからこそできることもあるんだけど、なんか年を取ったからもできるってこともあるけど、なんか若いからこそできることってあるじゃないですか。この若さをなんかこう今終わりかけてるところだから余計に若さが羨ましくない。なんか多分40ぐらいになったら一層振り切れるんだけど、30とか21だから、なんかちょっとまだなんか若さにすがりたい抵抗心がなんかある。そう、わかんないかなこれ。え、なんか今日私朝起きたら肌見て歳だと思って、うん、病院に行こうって決意 した朝だったんですよ、今日の朝。味覚が何？味覚がおばあちゃんみたいな。私もね、なんか結構渋めなのとか好きだよ。私もで違ったら、星が違ったらいいけど。いや21も若いんよ、若いんやけど、なんかなんやろね、この活発に過ごせてないあたり。そう。バカにしてない、バカにしてない。うわ、決意の朝に行ってさ、太鼓の達人だった。太鼓の達人やってたよ。歌詞曲どんな曲か忘れた。違うね、私は私なりのこの悩みがあるわけですよ。え、なんか朝起きたら昨日の夜までにはなかったものが見えてくるわけですね。もうはぁ、あ、はぁ、あ、と思って。結婚してくださいませ。そう、かまちはかまちなんだけどね。そう、かまちはかまちなのさ。でもやっぱないものねだりしちゃうじゃんね、人間。エモい、エモい、間違えた、深い、深み。あ、つらいとき、つらい、え、分かった分かった、ラララララ、あ、あ、じゃ違うかな。待ってた。アフロディーテさんありがとうございます。ツーさんありがとうございます。そう、
今本当一回歌詞って分かんなくて、すごい急にエモい、なんか辛い時辛いって言えたらいいのになみたいなテンションでコメントが送られてきたかと思って、えって一瞬思った。びっくりびっくり。え、そうそうそう、太鼓の達人やってたからさ、 BS で太鼓の達人ってさ、何歳までいいと思う？その何歳もないよね。ないのは知ってるんだけど、あのゲームセンターで、あ、太鼓の達人やる、やろうって無邪気に言ってやるのは何歳までだと思う？まだしていいかな。私好きなんだけどさ、太鼓の達人するのが。あんまりほら今時のさ、なんか若い子ってさ、なんかさ混ぜてるじゃん、なんか、いや太鼓の達人とかしないしみたいな、なんかおしゃれなカフェで写真撮るっしょみたいな感じじゃん今の子たちって。なんか最高の達人とかマリオカートでキャッキャ言ってる子たちなかなかいなくなってる気がするんですよね。そう、中学生、それはもうダメだ、それは よくない。そう、私は好きなんですよ、太鼓の達人が好きで、よくいとことやるのがすごい好きなんですけど。あ、ワニワニパニック好きで、あのラウンドワンのなんかスポッチャにさ、ゲームいっぱいあるじゃん、なんか置いてある、あれとかでやるのめっちゃ好き。え、そうそうそう、なんかもうとりあえずプリ取って、なん おしゃんな壁行って、カフェ行って、なんかね、あるよね。ってイメージがある。すごい、なんかさ、ちょっと今日唇カサカサなんだけど、リップ出そう。え、そうそう、なんか一瞬さ、なんかすごい、なんか焦ら、なんかじらしてくるやつ。え、でもいとこが、なんかでもいとこ最近混ぜちゃって、これが私の悩みなんですよ。あの無邪気に配達をやりたがってたいとこはどこぞえって感じで、なんかもう本当になんか、あのめっちゃね、めっちゃなんかもう大人なんですよ、なんか私より大人、余裕で年下なのに、もうね、一緒に配達をしてくれないのかななんて思って。ティッシュ食べます。しのさんありがとう。配達、そう、なんか周りの年下の子たちの方がもう全然大人っぽい。もっと無邪気に遊ぼうぜって。そう、遠くへ行っちまったんですよ。いや、私はね、やっぱり子供心がまだ残ってるので、だっていとこの方がなんなら化粧始めるの早かったし、うん、なんかいろいろとね、そう、大人っぽいです。そう、でもあのあれなんですよ、あのきのちゃん、そのそういった点で言うと、あのきのちゃんはもうね、あの知能が一緒なんですよ、一緒、知能が本当にね近くて、まあ、大学1年生の時とか、なんあのショッピングモールのゲームセンターで、あのバスケボールのねゴールねとか太鼓殺人とか全然やってくれるし、あの腹っぱがあったら全力でダッシュ一緒にしてくれる感じだから。違う、きのちゃんも急なおかしいテンションになることがあって、わーってなるから、そう。そういうお友達がね、いるので助かっております。とても助かる。私一緒にしない、一緒なのきっと。え、一緒やる、やった、仲間いた。
仲間いたよ。サンターナミチさんありがとう、イエーイ。ハラッパ走りたくない？大丈夫さ。え、もうできたの？早っ、天才じゃん、早っ。本当？意外とみんなやるじゃん。やっぱりさ、今時の子たちがちょっとなんか大人びようとしすぎてるだけさ、きっと。あ、ダンボールでやったことある。ダンボールじゃないけど、なんかさ、あのなんていう、ほんまに普通にソリみたいなのでやったことあるし、なんか土手でつくし取りとかもしたことあるし、うん。オミとコラボ？え、やりたい。やりたい。チュンチュンさん、ありがとう。佐藤くんさん、ありがとう。イエイ。ローラーがついてる滑り台ね。でもあれ、お尻痛ない？ T シャツ50枚。やば、ボーリング、すごい、そんなことできんの？てか50枚調達するのがすごいし。え、そう、つくし取っておばあちゃんが料理してくれて、そう、あ、ドボンやらなきゃね、やるやる。ミクさんありがとう、イエイ。日立海浜公園にあるの？あれ、日立海浜公園があの茨城ツアーの会場のとても近くにあるやつ。あれ、お尻つけて滑らんの？え、ローラーの滑り台ですよ。あー、カラオケ配信もしたいね。まあ昨日そう、カラオケ配信したい。確かに。え、このさ、新しい携帯もめっちゃ熱い。大丈夫そうかな。え、そうなん？もう普通に滑ってたで。日立と日立中の違いが、あ、日立な、海浜公園は日立中市、うん、日立中市もあるの？日立駅、なんか日立駅ってすっごい荒くない？なんかあのディズニーに行く時にあるベルトコンベアみたいなのあった、すごって思った。ケンさん、サンタアナミチさんありがとう。わー、嬉しい。合ってる？おー、カラオケ配信したくなってきた。カラオケ、でも最近新しい曲歌えないよ。わかんない、あんま曲聴いてない。え、そう、あの、そう、ディズニーに行くときみたいなやつがあって、死境愛と思って。え、そう、歩く歩道っていうの？ベルトコンベア？そう。なんかあるじゃん、あれ楽しいですよね。え、なんでベルトコンベアじゃないの？あれ何なの？何なの？ベルトコンベアじゃないんですか？え、待って、つぼるとこじゃないって。待って、なんでつぼるの？え、そうなの。なんかさ、そのディズニーとか行くときにさ、なんでさ、そんなさ、乗り換え絶対もっと東京やからさ、電車いっぱいあるのに、なんでそんなさ、時間空いてるさ、時刻表を紹介するんだって思ったの。なんか時刻表アプリがさ、
思ったら遠いんだね、あれはびっくりしたね、えって思ったもん。てか駅ってそんなでかいのって思った。てかなんかさ、その東京駅ってさ、こうあのよく有名なあるじゃないですか、あの横井さんが初のソダンスを踊ってたあのおしゃれなやつあるじゃないですか、見た目なんかあのその例えばそれこそ京葉線とか言っててさ、これ自分がその東京駅の中のどこにいるのかがすごい知りたくなる。わかる？え、歩く歩道っていうの、あれ動く歩道っていうの、歩く歩道、歩く歩道って言うんだ。東さんありがとう、イエイ。あ、混まないためにわざと遠くしてある。あ、でもさ、そのじゃあさ、めっちゃ長いじゃん、あの京葉線に行ってる間私はどこにいるんですか乗り場に行ってる間。あ、そうそうそう、幕張行く時乗ったことある。あ、歩く歩道じゃなくて動く歩道ね動く歩道です、はい確かに普通の歩道や、地下に行ってるんだあ有楽町ってどこ、なんか聞いたことあるよ、有楽町なんか電車乗ってて聞いたことある気がする。近いんだっけ東京で、なんか歩いて行けるんだっけね、田舎にはないんだ、わかる。でも大都会にもないんだよね。さ、すごいいつも思うの、もし この時に津波が来てしまったら、だってさ地下なわけやん、もうさ、もごもごしちゃうわけじゃん。東京駅でさ、その時に京葉線いたらさ、こうだんだん一番近いにいてさ、やばいやばいって上上がった時にどんどんバーってこうブクブクブクってさ死んじゃうって思って、すごいなんかたまに怖くなりますね有楽町星空放送局なら知ってるよ大阪梅田駅、あ、そうなの、え、でも息は続く、やっぱ肺活量がないけん、そうどうしようってめっちゃ考えてた。泳げるけどさ、やっぱさ息せずに泳ぐのは無理やん。でも地下やったら排水口も地下やけんないやん。あ、見る、ありがとう。そうそう、なんかそういうの考えちゃうんですよね、ふとした時に。今私この瞬間に地震が起きたらどうしようみたいな、どうなるとか考えちゃうんです。毎日浮き輪つけて歩いたら、でもさ浮き輪つけてさ、あ、いけそういけそうと思うけどさ、もうか水量が増し増しになった時にさ、天井まで来てしまったらさ、浮き輪もう何もさ、もうこう天井と自分の顔がこうピーってなってて、ここに睡眠来てしまったらもう何もできないやん。もうそうなったらどうするよってなるじゃないですか。そういうのがやっぱ不安ですよね、やっぱ生きてて。うん、ある程度までは浮き輪でなんとかなるとは思うんだけど、そう、そこがちょっとね難しいところではある。レアさんありがとう。え、発想あるでしょ。あ、地上に出ればいいのか、そっか。でも閉じ込められちゃったら水圧でもう前に地上に出れないよってなっちゃうじゃないですか。え、じゃだってさ、地下でうわーってなっちゃって、でも頑張って地上に行こうとしても地上には地上の水が来てるから、そのなんかそんなまでに息が持つかもわからんし、そう、諦めも大事、もうちょっと行きたいって思うかもしれないじゃない。そう、やっぱりタンメマーボーさんありがとう
きなさん When you collab again with みつほちゃん、おいつコラボするかみつほと、うーんいつにしよう、みつほ連絡、I will、 英語も使えなかった、 I am going to communicate with みつほ。今日県民賞、岡井さん県民賞今日に出るの、県民賞に出るの、横井さん県民賞に出るんですか、え、すごくないですか、いつの県民賞ですか、今日ですか、今日県民賞っていつですか、今日、まあ放課後かよ。あ、今日じゃなくて来週、あ、oh, you're welcome、 イエーイ、県民賞に出るの、わあすごい。すごい楽しみ、すごいね、だってこの間リンさんも出てたしね、ね、あ、そうそうそうね、リンさんも出てた、6月10日、おお来週だ、楽しみ、見なきゃ、録画しなきゃ、え、6月10日って明日じゃないじゃん。おおひさん、おひさん、あいたみだよ、なんてこと言ってみる、はずかぴ。やん、えっと、すごいね、すごいかわいい、嬉しい、ありがとう。岡山県民賞は次長課長さんか、めぐみさんか、とブルゾンちえみさん かが多いかな、まあ千鳥さんあんま県民賞ってイメージないか、王林ちゃん、王林さん、ラスアイのね、元ラスアイメンバー、そうあれだよ、ラストアイドルのね、長月みどりさん卒業発表して寂しいってなった、そう、え、でもなんかさ、千鳥さんあんま県民賞に出てるイメージないよね、岡山県民都会人ブルって、嘘、ほんま、絶対嘘やろ。空気階段の塊ってどういうこと、誰ですか、空気階段さんって人がいるんですか、待って、ライギリナルト。ね、なんかさ、お家でなんか勝手に録画されてる、なんかなんかなんだっけ、なんか番組があって見たらなすなかにしさんが出てて、ちゃんと見ました。なすなかさん好き、コンビがおるんや、初めて聞いた、へえ、山本舞香、え、つさん強、山本舞香さんって何県なの。どんなキーワード設定してる？第一候補が、あの、何、これで引っかかったら録画するようになってるのが1、田中圭。で、あとはなんか乃木坂とか、乃木坂46とかで引っかかるようにしてたりする。そう、でもあんましてないかな。でも出てなかったんですよ。だから多分なんかのドラマが最終回とかで撮られてたみたいな感じ。Why today you are so beauty? おーおー、私は not beauty ですよ。ちょっと恥ずかしかった今言うの。照れた照れた。あ、そっかそっか、鳥取って言ったもんね。
水野真奈さん2期生の TikTok めっちゃ可愛いよね。あ、スマホ落とす映画めっちゃ怖ない？スマホ落とす映画そう、スマホ落とす映画めっちゃ怖かった記憶ある。なんかキャーってなるんですよ。怖いよね。してますか、スマホ落としただけなのにってやつ。わかんない、最近でもなんか、でも最近本当にその自動録画にしてるの田中圭さんだけだからだけだからさ、あのそう、何録画されてないからわかんない。好きめんなの、推しめになったの、マナさん、水野マナさん。そう、100均で買ってきた保護フィルム。え、そう、ガチガチだった。私中学生の時から好きですからねスマホを拾った、そうなの、それは知らんかった。そう、ぐるない、そう、録画されなくなっちゃった。バギモンになる、そういうこと。でもうすぐあれも始まりますからね。あと、なん、あなたの番です。なんかさ、図書館戦争のね、ぶっこ、なんだっけ、ライブラリーなのドラマ特別版のやつがアマプラで見れるんですよ。それはなんかその田中圭さんが演じる小牧教官と、あとあのがと、なんだっけ、あの忘れちゃったじゃん、あの見えない、え、なんか名前怖そう、名前で怖そう、見えない目撃者、あの土屋太鳳さん演じる、誰だ、あの土屋太鳳さんが演じる、あの耳が聞こえないね、女の子がいるんですけど、幼なじみみたいなのの子がメインストーリーなんですよ。だからそう、もう見たいんですけど、一人で見るの嫌だから一緒に見てくれる人募集してます募集中です、イエーイ。ガッキーさんマジ可愛いよね、超好き。ちゃんちゃんちゃん、土屋な、何、名前忘れちゃった。え、私はあの大島優子さんと香里奈さんと吉高由里子さんの私が恋愛できない理由っていうドラマがもう大好きで大好きで、もう何回も見るぐらい大好きで、そう、それで好きになったの、それに出てて。ポーチさん、ありがとう。店員は2名。わかんない、適当。これ本当に大好き。私本当に1年に1回 見たくなる時期来るぐらい好きです、本当に。私カリナさんがめっちゃ好きやったんですよ。そう、条件は私がイエーイってなったら OK サンターナミチさん、ありがとう。そう、めっちゃ好き。ウォッチパーティーってどうやってやるんだろう。で、足しびれできた、足しびれたあ、外暗くなった、すごい
かんない、なんかこうフィーリング、やっぱフィーリングでなんか来たみたいな感じにでイエーイみたいになったら OK って感じだね。簡単そうで一番難しい。なお7時6分、今日何時まで配信しようかな、なんかいっぱいしようかな。翔太さんありがとう。もう指消えない、ほら火落ちちゃった。全然全然私ウェイじゃないよ、私は私ウェイ系って人生で一回も言われたことない、ファンの人以外。ファンの人が勘違いしてる、みんな私のこと面白くない、本当につまんない人間ですよ。24時コースはしません、しません。でも今カラオケ配信した歌下手けど、わ光ってる、この位置が安定っぽい。じゃあ何、あと何喋る、みんな元ヤンじゃないよ、もうヤンキーさんとは程遠い世界で生きております。なんか聞きたいことなんかありますか。お、間に合った。セーフ。バドの同好会、じゃあ聞いてほしい。バドミントンの、そのウェイなんかあるんですよ。そのウェイなのが嫌だから作った、ほんと8人しかいない女子だけのサークルなんです。だから、ま、逆なの。お勉強はね、はかどったけど、終わってない。真顔で言う。肩パン、肩パンってさ、なんかさ中学生の時男子がなんか男子同士でさ肩パンすんぞみたいな言ってない、分からんけど。肩パンやかんない、やったことない、やり方も知らない。パンパンって感じ、肩パンパン、これをめっちゃ思いっきりペーンってやったら肩パンってこと。そう、うちの学科の仲良しの女子123456と、もう一個違う学科の子が2人女の子。iPhone もう変わった、新しいのに変わったけど熱い、携帯、え、めっちゃ熱い、大丈夫そうとか。お、ミラーボール、47の素敵なあの街へ歌を歌いながら会いに行こう。ありがとう。誰だ、くじの太鼓さん、たいしさんだっけ、くじの太鼓さんか、太鼓さん。ありがとう。みやひーさんありがとう。まさまささんありがとう。さっちゅんさんもありがとう。肩パンって何結局。肩パン、肩パンってなんじゃ、なんじゃとか言っちゃった、またまた言ってしもうた。肩パン、あ、大吾さん、大吾さんだったの。チームの楽曲聴いてます、何が好き、みんな。じゃんじゃんじゃんじゃ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 んじゃ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 じゃじゃじゃんじゃんじゃんじゃじゃんじゃじゃんじゃ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 、ライトを切り裂くように。大吾さん、肩パン、
肩パンって聞いたことあるけど分かんない、どんなやつか実際に見たことない。星空好き、私もアドレナリンも好き、両方好き。もう私バタバタダンスもう卒業してるから本当にカラオケ今やっちゃう？多分その辺に、あ、これかイヤホンあるよ。今なんかちょっと歌っちゃう？なんとなく前髪切ってません歌えるかな。なんかねお友達にねサイダーもらった。久しぶりにサイダー飲んだ、セブンイレブンのサイダー。ジュース飲まないか久しぶり。いいよ今そんなにやんないけど。最強ツインテール確かに。もうじゃあ 2,3 曲ぐらいで終わりにしようかな。初恋サイダー久しぶりじゃない？もう多分数ヶ月やってない。私いつからやってないんだろう。ここか。もうやり方忘れたよ。 何歌います？でも絞ろう絞ろう。今マイクからあーって聞こえてる感じ。いいよ最強ツインテールやってあげるよみんないらねえよってなってる。最強ツインテール一番ぴょんぴょんしてたんだから私最強ツインテールやば懐かしい。もうだってあの日以来踊ってないもん。そりゃそうだわ最強ツインテールないよ。最強ツインテールないってないらしい。歌えないってどうする。ツインテールしないよ。ないらしい曲の中にない。体育館の西側の階段は階段は下級生とすれ違う唯一のも偶然、うん、あー何にする？あ、涙の湘南いいよ。歌えると思う。2番とかわかんないから1番、ね、涙の湘南ってあるのかな。あるじゃん。あ、これ今さ、え、聞こえてる？もう 2,3 曲だけにしよう歌えるのかな。まあダウンロード頑張ってくれてる。遅いな。あ、来た。うん、聞こえない。
やこれってさ、エコーってどんな感じでした？今歌ってみて、エコー聞いてる？エコーうるさい？エコーかかって聞こえるんですか？これどう？カラオケっぽく聞こえて、私全然聞こえないんだけど、多分イヤホン壊れてさ、このイヤホンきっと壊れてるんだけど、ちゃんと聞こえてる？普通のカラオケ配信っぽく聞こえてる？どう？コール、今こ外じゃなかったらコールできるじゃん。え、なんかあのカラオケっぽい音質になってる？普通カラオケっぽい音質？え、イヤホンなんかあんま聞こえない。ほんと？これしたら、あもっとわーってなってる今、あーみたいな、わーわーわーみたいななってる？え、そう、自分の声聞こえないんだけど、壊れてるんだけど強くなった？あ、ほんと？マイクっぽく聞こえてる？オッケー、じゃあ何歌おう次。久しぶりだからさ、どんな感じでやってたっけって分かんなくなる。え、断線してるかもこっち、こっちが断線してんのかな。マイク入っとらん？入っとる？何にしよう。なんか茨城とか神奈川でやった曲とかがいいかな。何好き？だらしなし歌えんわあ、ほんと？このぐらいの距離でもいいのかな。何にしよう。あ、この涙を君にさせてもいいよね。何にしようかな。あ、ラブ修行いいね。歌えるかな。やばい、ほんと最近さ曲を聴かないんだよね。ラブ修行、全然茨城とかどこでもやってないけど、先輩たちはやってた。キスの流星あるのかな。最強ツインないんだよ。めっちゃ拾う？レベル3みたいにしたの。いきます。このぐらいの距離でいいや。このぐらいの距離でも聞こえるかな。ちゃんと歌ったことない、カラオケとかでも適当
イエーイ、すごいミラーボールもありがとう。ギフトも音符とか。キスの流星ってあるんですか？知りません。キスの流星ないね。チャカチャン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 、何したっけ。あ、カップリングウィズしたね。カップリングウィズあるかな。君のあった気がする。やったこ、ちょっと待って、アカペラでもえんやで。あったあった、歌いますね。あ、雷鳴ね。歌います。2番知らん、ノリでいけるかもしんけど。懐かしくない？イエイ。愛犬にレッスンしてあげた。食わず嫌いはダメさ、見かけとは違うんだ、人は誰ももう一人、キャラを隠してる、できることなら両方、光も影も愛して、そのすべて手に入れたい、恋の裏と表。何の曲が得意？得意はない、得意はないよ。あと何やった、私何やったっけ。雷鳴あるのかな。すごい、なんか振り返りみたいな。雷鳴あんの？あった、雷鳴ありました。大丈夫、記憶力大丈夫そう。で、唇めっちゃ乾燥してる。少し遅れて雷鳴そばで響いた。校舎の壁に体を寄せて、僕らは雲二人の若さは
じゃあ、あと2個くらいやる？あと2個ぐらい。何したっけ？何したっけな。錬金？ライトン。錬金やる？錬金ってあるのかな。飛んでた？あの時ほんとマイク倒れてたのがびっくりした。ちょっとこの涙練習しなきゃ。錬金、恋愛願い事の落ち腐れ。でもやれ、めっちゃさあ、ないわ恋愛禁止条例。何あと何やったっけ。あ、ジュエル？離さない。待って、ジュエル、本当の歌詞、本当の歌詞ちゃんと分かってないぞ。願い事の持ち腐れ、一度きりの魔法なんて、あれもこれも。まあ、長い光好き。めっちゃね、レミと一緒にね、ダイリーさんがずっとあーなたしかってめっちゃね、心込めてたから、レミにやってって言ったらやってくれるかも。あ、ファーストラビットも好き。どうしよう。長い光、長い光。でも私あそこ歌ったことないよ、ちゃんと。そこ飛ばそうかな。長い光ない。ない曲いっぱいあるね。 AKB 曲が多すぎるんだ。じゃあ長い光ないからファーストラビットしようか。ファーストラビット、懐かしい。ほとんどないんだね。君のことが好きじゃけ。よ、これはあれだね、最初の TDC、 最初じゃないよ、もう最初も最初も最後もないけど TDC でやった。いきまーす。
じゃああと1曲何にしようかな。全然あの47最後は47で締めるとかはないから何でもいいんだけど。何しよう、あと1曲。止めちゃった。明るい曲がいいな。チェリーチェリーボーイ、チェリーチェリーが、確かに天使の尻尾とかもないんだよね。何にしよう。君にじゃないのめっちゃ好きなんだけどね。君を守りたい、蜂の巣ダンス、蜂の巣ダンスってあったっけ。蜂の巣ダンスない、蜂の巣ダンスないです。制服の制服の羽、願い事、何にしよう。待って、何やったっけ今までやったことある曲。今まで私がやったことある曲何でしょうか。私がやったことある曲なんだ。初日懐かしい、アンロケで踊った、踊ったね、歌った。アプリが落ちたよ、アプリ落ちた。みんな天使の尻尾ないんだよね。カラオケ配信さ、ない曲結構あるけんさ、落ちた。で、何がいいって言ってたっけ。走るペンギン、あ、そうだ、星空、星空やばいね。嘘、私アプリ落ちました。星空を、君のことが心から一緒になれ。ラスト
とりあえずじゃあ今日はここまで。バーイ。本日はここまで。キャンファイヤー、愛のファイヤー。イエーイ。長い光なかったんだよ。夜空に輝く。長い光よ、永遠の命、どっちっけ、命ある限り去ることなくアンコール、アンコール今日なしイエーイ。ってことで、じゃああれだね、ランキングを呼びたいと思います。あなたしか、あなたしか、あなたしか、もう見えないわ。ズンチャチャ、ズンチャチャ、チャ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 。このさ、チャ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 って出てくるときに反対側の人たちと目が合うのがすごい好きです次の配信、でも6月なるべくちょっとね、昨日今日はあの携帯が携帯だったのでできなかったんですけど、昨日一昨日できなかったけど、なるべく毎日しようかなと思いまーしております時間は不定期だけど思っておりますので、そこのところよろしゅうお願いします皆さん来てください。来てくださいますかイエーイ、わーい。あとたくさんたくさんゆきなちゃんにつぶやいてください。ゆきなちゃんのことつぶやいてください。見ます、エゴサしますので、見てまーす待ってまーすイエーイ。ということでランキング読みますね。あ、はいって言ったね、みんな。はいって言ってるよ。はいはい、あ、はいって言った、つぶやいてね。はいって、カラオケ配信今したやん。またする、またする、ちょこちょこ歌っていきますねはい、じゃあランキング読みますね。はいって言ったから、はいって言ってなくてもつぶやいてくださいね、思い出とかエモ13位、東さん、アット台湾、ありがとう、イエイ。12位、カズさん、アットユキナありがとう。11位、翔太さん、アットユッキーナの方言、好きじゃけーなんて、好きじゃけーなんて使ったことないっけありがとうございます、ありがとう。10位、きのちゃん2号、今日1日でね、きのちゃん、そしてきのちゃん2号にも会えるなんて思っていませんでした、ありがとうございます9位、ごめん先生さん、あとユッキーのフォーエバー、イエイ、フォーエバーラブでいてくださいありがとうございます。8位、ツッチーさん、あとユキナが好きだ、好きだ、ちゃん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 、好きだ、ちゃん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 、ありがとうございます、ありがとう。7位、サンタナミチさん、あと間違いなく雪のは私の天使だ、じゃんじゃじゃんありがとうございます、合ってた。6位、しのさん、あとヒカチューブ、雪のも好き、じゃあ雪雪ゆきゆきチューブ
ありがとうございます。ありがとう。5位にしちゃん、ありがとう。イエイイエイ。4位チュンチュンさん、ゆきなちゃんずっと支えたい、あとお手紙書きました、わ届くの楽しみにしてます、ありがとう。3位ケンさん、香港ありがとうございます、ありがとう、わありがとう。2位てるさん、あとゆっきーの一生神推し、イエーイ。素晴らしいね、私だっておばあちゃんになっても神推しでいてくれる人がいるってことでしょ、最強じゃない、最強だよね、天才じゃないありがとうございます、最強に嬉しいです。1位レアさん、ありがとうございます、イエイ、ありがとう。1位ありがとうございます、皆様ありがとうございました。駅降りるの忘れた、でもほら大丈夫大丈夫、きっと大都会、ん大都会じゃなくて都会にはいっぱい電車があるさ田舎と違く、大都会と違くて田舎と違くて皆様本日はとてもありがとうございました、イエイ。ってことでまた次の配信で会いましょう、バイバーイバイバーイ。